中腹からマダラオ高原スキー場は長野県飯山市及び新潟県妙高市のマダラオ高原にあるスキー場である。北新五竹の一つであるマダラオ山の北斜面の円錐形の地形を活用した起伏の多いコースと豊富な天然のパウダースノーが魅力。ナイター営業も行っている。スノーボードは全面滑走可能。モーグルコースを設置しており、 フリースタイルスキーワールドカップも開催されていた。15番リフトを利用して隣接するタングラムスキーサーカスへ行くことができる。また両方を滑れる共通リフト券も発売している。また、ツリーランコースの設置数が日本一多いスキー場である。第1リフト B 戦、第1リフト C 戦、第1リフト D 戦、第2高速クワット、第3リフト A 戦、第3リフト B 戦。 スーパークワット、第5リフト第11リフト B 戦、第12リフト、第13リフト第15リフト一輪接する、タングラムスキーサーカスには書いてあるが、マ、ま、ダラオ高原スキー場には書いていない。二稼動率がものすごく低い。24本のコースが設定されている。ありがとうございます。